どうもー影谷です今日はですね正もあれば負もあるということについてお話しさせていただきたいと思います。正っっってててしいって言う負っていうとけるだからそのプラスもあるしマイナスもある。でプラスとマイナスが同時にあるとかね、えー、その引用とか言いますね引用論とかいろいろ言ったりするんですけどもそういうことがあるということをこう分かっておくというかね そういうことがこう大切やなというふうに思ったりもしますねだからそ,のそれが同時に起こったりするんですけどもそのこう生活をしていく中でこう生きていく中でですねそういうもんはいろいろ起こってるっていうプラスマイナス自分,で自分にとってですよね。 自分にとってプラススマイナスその世の中にとってはプラスやったりとかしても自分にとってはマイナス世の中でプラスやったら自分もプラスの可能性が高いかもしれないですけどもその自分がこう起こる出来事がいろいろあるんですよね。それは生きてたらいろいろありますけどもそこにねその何て言うんですかねそのいいことというか。 えー、そ,のその場その場ではあるんですけどもそのプラスになることだけがこう来るわけじゃないですよね。その困難自分に対して困難が来ることがあるということがあるというふうにこう分かっておくということですね。だから僕でちょっと最近で言うとですねそのすごい細かいことではあるんですけども、えー、お客さんがこう結構業さん来てくれてですね、えー、売り上げが上がった日にですねそれ売り上げお客さん来てくれて売り上げが上がってっていうのは正そのプラスですね。 プラスの出来事ということになりますこの場ではですねその 言うかお客さんがそれで、えー、余計リピートしてくれた人は余計いいですしプラスになることがこう起こったとそれと同時にですね、えー、僕はお客さん一人一人にタオルを一回一回交換するんですね一回使ったら一回交換するっていうふうにしてるんですでそのためにですね洗濯物がこう多いんですよね洗濯を一日に何回かしなあかん状態にこうなってしまうそれで、えー、夏はいいんです冬はちょっと大変なんですけどもでそういう状態なんであの洗濯機をこう使うんです んですすででで、えー、新しいいいいものを買わないといけななとけ状態になったんですよねでこれは一応今の状況ではそのゆくゆくはその,あの新しいの書いたことによってなんかプラスが起こるかもしれないんですけど今のそのその日の状況で言うとお客さんがたくさん来て売り上げが上がったり、えー、いろんな可能性が上がったことに関してはプラス。で その洗濯をいろいろせなあかんのにですね、その洗濯機が壊れたことによってですね、コインランドリーに行ってですね、洗濯をしてそこから戻ってきて干すということをしなければいけない状態になったということがあったんですよね。で、これは… 一応その日にとってはマイナスこの経験はこういうことがしてこうなるやなというわかる経験でいうとプラスやけどその動く時間がかかるっていうことではマイナスとかねそういうプラスとマイナスっていうのがこういろいろその同時にとかいろんなことで起こるということですね。ほでそのマイナスは不幸な出来事ではないんですよね。そそのの不幸な出来事とと捉えるとその えー、不幸やということになってしまうんですけどもそこはそのまあまあもちろん寿命やとか、えー、洗濯を毎回毎回こう、えーまあ、7年ぐらい持つ言われた洗濯機が一応4年目なんですね4年で一応壊れたんですけどもそれは、えー、僕がその。 普通,に普通の家庭が使っている洗濯機の使い方よりもですね、えー、ちょっとハードにその洗濯機を使うことになってですねだからそのことによってその壊れるということが早く来てしまったということが言えると思うんですだからその買う時はですね、えー、今今今はそのあんまりお金をかけられないんで、まあ、同じようなものを買ったということなんですけどもその例えばもうお金に余裕があればちょっと頑丈な壊れにくいものを 買うとかねそういうの分かるのか分かんないですけどそういうちょっとその変えていかなあかんかったりはするんですけどもそういうふうにですね、あのー、プラスマイナスその性もあれば不もあるということをこう思っとくんですねないつもいつもそのいい自分にとってその時にとってはいいことばっかりが起こると思ってて悪いことが起こったら嫌やという気持ちになるんではなくて両方があるとだからまあこれ言い方を追ってるのか分かんないけど性濁合わせ持つというかそのどっちも飲み込むような。 そのプラスもマイナスも受け入れてですね。で、その例えばその時はマイナスだと思ったことも意味があると考えるんですね。で、困難もなんか意味があってこう来ていると。で、そので後々よくよく考えたあの経験がすごく生かされているなとかいうことが結構僕の中であるんですね。えー、その時いろいろこういろんなことがあってそのマイナスの出来事っていうのはこうあったりするんですけどもね。えー、やっぱりその今考えるとやっぱりプラスになっているということが。 かかななりあるかなとで。人間関係でもそうですよね。その時にちょっとその喧嘩別れしたりとかですねなんか相手が連絡をこう切ってきたり僕から連絡を切ったりした人がいたんですけどもその人間関係が悪くなったことはマイナスに感じたりその時はなんか嫌な気持ちになったりしたんですけども今にとってはその人間関係がないことによって でそのスムーズにいってることがあるというかその人と、えー、自分の何かが合わなくなってその離れるようになったともちろんその直接離れる原因がその喧嘩であったりとか、えー、こっちの感情であったり相手の感情なんかによってこうあるんですけどもそこはね人間関係に関して僕はよく思うのは。 そこはそのもう必要がない。お互いにとってね。もう必要がない状態にこうなってしまってるんですね。やっぱり人間あのより良い人生を生きたいと思うんで、そういう風うに進むためにはですね。ちょっとあのマイナスになる。 ようなことであったりっていうことがあるんじゃないかなとでお店とかそういうことでもそうですね僕の、えー、お店で使ってるなんか例えばクッキーとかそういうことでもそのなんかここであなんかちょっとおかしいなちょっとここやめようかと思ったりするっていうのはですねなんかそこで、えー、相手が悪いとかこっちが正しい こことととを言ってるとかいいるかうでではないんですよそれは主張は一応あったとしてもです、ね、なんか縁がなくなったというかなんかそうじゃなくもっといいものを引き寄せるいいクッキー屋さんが見つかるがためにです、ね、そこを,、えー、を見つけるためには今取引してるクッキー屋さんが、えー、と取引をやめる状態にならないと新しいところっていうのは次入ってこないというか見つからないんでですね、えー、そういうことがあると。 でちょっと僕にとってはちょっとその嫌やなと思うことがあったとしてもですねそれは次の新しいそのプラスになることのための出来事であったりするということがあるということなんでですねその いろんなこう広いい意味でですねろんなものをある程度受け入れるというところですねまあ受け入れてはいけないことに関しては受け入れないでいいんですけどもそのいろんなその出来事来る出来事自分に来る出来事っていうのがですね、えー、そのプラスもあったりマイナスもある性もあり負もあるということですねそういうことをちょっとえ考えたりしましたね。うん、そういういことで今日はあのー、性もあり い、えー、もあれば不もあるということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。